バルター・ジモンスはドイツの裁判官、政治家。バイマル共は正規に内ヒ裁判所長官を務め、在任中に大統領代行に就任した。1861年にライン州エルバーフェルトでヨグノー京都のルイ・ジモンスと妻ヘレーネ・ジモンスの息子として生まれる。父類はシルク製造工場の経営者、フリードリヒビルヘルム・ジモンスケーラーの孫で、王子には、 プロイセン王国司法大臣、ルートビヒ・ジモンスがいる。母ヘレーネは、ゾーリン元長官、ゴットリープ・キルマンの孫娘で、老いには建築家のバルター・キルマンがいる。エルバーフェルトのギムナジウムを卒業したジモンスは、1879年に、アビトゥーアに合格する。その後は、シュトラースブルク大学、ライプツィヒ大学、ボン大学で、法学、経済学、歴史学を学び、 法学者、ルドルフゾウムから多大な影響を受ける。1882年に司法試験に合格し、ドイツ帝国陸軍に徴兵される。兵役終了後の1888年にボンとゾウリンゲンで判事補佐を務め、1890年にエルナ・リューレと結婚し、三内四女を設けた。1893年にフェルバートで裁判官を務め、 1897年から1905年にかけてマイ人間の地方裁判所判事を務めた。1905年にキールの高等裁判所判事となるが、間もなくベルリンの帝国司法院に異動となった。1907年に国際法担当の数密顧問官に任命され、国際会議にドイツ代表として何度か出席する。1911年には法務顧問として、 外務省に出向し、1918年のブレストリトフスク条約の締結交渉に参加した後、10月15日に帝国最小マクシミリアン・フォンバーデンのホーム顧問に任命される。連合国との講和交渉が開始されると、ジモンスはマクシミリアンの側近としてビスマルク憲法を改正して、帝国議会の権限強化を図ると同時に、 皇帝ウィルヘルム2世の大位に賛同して内務省と新憲法制定について協議した。ドイツ革命が発生した11月には外務省法務部長に任命され、1919年の際にはドイツ代表団の一員として外務大臣、ブルリヒホンブロックドルフランツァウに随行してベルサイユ条約交渉に参加した。しかし、ジモンスは、 条約調印に反対して辞任し、ドイツ産業連盟理事に就任した。1920年には、1903年から1907年にかけて役員を務めていた国家主義組織、反ドイツ同盟から脱退した。1920年6月25日に、コンスタンティン・フェーレンバッハ内閣に外務大臣として入閣し、ドイツ代表としてスパ会議、ロンドン会議に参加した。 1922年1月から5月にかけて、上、シレジア地方の住民投票についてポーランド第2、共和国と交渉した。また、同年にハンス・フォン・ゼイクとビルヘルム・ゾルフと共同で政治クラブ・セシソクラブを創設し、ベルリンのホテル・カイザー・ホーフを拠点に、リベラル教育を受けた中産階級向けのサロンを開催した。 セシソクラブは1930年代に解散するが、会員の多くは、ゾルフサークルを形成して、ハンナチー運動に参加した。また、1920年代には、大モルト家を排出したモルト家家の資産管理、団体委員長を務めた。大統領代行ジモンス1922年10月16日、ジモンスは、最高裁判所である、大秘裁判所長官に任命された。 在任中の1925年2月28日に大統領フリードリヒ・エーベルトが死去し3月12日にはバイマル憲法第51条の規定により大統領代行に就任した同月29日に実施された大統領選挙では過半数を獲得した候補者がいなかったため第2回投票の際にはジモンスが大統領候補に浮上したが 彼は立候補を拒否している。5月12日に第2回投票で当選したパウル・フォン・ヒンデンブルクが大統領に就任したため大統領代行の職務を離れた。1926年にはライプチヒ大学の国際法名誉教授となり、同年にドイツ国際法協会会長に就任した。11月にはドイツ司法の危機と題した声明を発表し、 ウ派勢力を抑圧するドイツ社会民主党とドイツ民主党をドイツ国家の信頼性の危機と批判した。また、フーゴ・ジンツハイマー、ロベルト・ケンプナー、フリッツ・バウアー、エルンスト・フレンケルなど共和国裁判官協会に所属する裁判官が社会民主党員として階級党総優先の判決を出していることを批判した。ジモンスの批判に対し、司法大臣、 グスタフラートブルフは、下からの社会民主主義的階級闘争よりも、有害な上からの階級闘争と述べている。このため、ジモンスは、左派勢力の反感を買い、社会民主党支持者から襲撃された。1928年に、ドイツ国営鉄道の取締役員任命をめぐり、ヒンデンブルク、首相ヘルマン・ミューラーと対立した。また、政府による司法の干渉に反発し、 翌1929年に、大飛裁判所長官を辞任した。大飛裁判所長官ジモンスジモンスは、ルーテル協会での活動を通して、福音主義協議会議長や福音協会委員長などを歴任し、ルーテル派に強い影響力を持っていた。また、1920年には、ベルリン政治大学を創設し、1929年から1930年にかけて、 ライプチヒ大学の国内法、国際法教授を務めた。1930年には、ヨハンゼバスティアンバッハを検証する、ノイエバッハ協会会長に就任した。1933年に、ナチ党の権力掌握が行われて、以降は、ノイエバッハ協会とルーテル協会の活動を通して、政治にアプローチし、1935年には、 バッハ生誕250周年の記念生命の中で、ナチ党やアビシニア危機に直面するファシスト党、ファランヘ党に対して外交政策の支援を述べている。1937年7月14日にポツダムで死去し、遺体はビルマースドルファー・バルトフリートホーフ・シュターンスドルフに埋葬された。息子には政治学者のハンスジ・モンスがおり、娘の一人はナチスドイツで、 憲法学の指導者となったエルンストルドルフ・フーバーと結婚し、孫には新学者のボルフガング・フーバーがいる。ありがとうございます。